はい、お疲れ様です。今日もね、AFK ジャーニー動画撮っていきたいと思います。今日やっていく内容はですね、アリーナですね。アリーナ皆さんやってますかね、これね。自分もね、結構やっていて、今ね、33位ということでございますが、これめちゃくちゃ重要です。まあ、課金してる方がですね、非常に有利になるんですけど、こちらのですね、まあ今自分が殿堂戦士ということで、トップ、21から100なので、まあ100位以内ですよね。ここに入ると、現在ですね、この毎日報酬と週間報酬というのはありますけど、それに加えて初めてね、ランクが上がった時の初回到達報酬ですね。こちらで決勝を含めてダイヤもね結構もらえちゃうので、なるべくですね高いところを目指してやっていくっていうのは、まあ、基本的に大事なんですけど、やはりこの決勝がですね初回報酬でもらえるっていうこと、そして毎日報酬ですね、はい、こちらの、このアリーナコインですね、これ週間報酬でももらえますけど、アリーナコインが結構重要です。で、個人的にはですね、この赤い決勝がですねもらえるんですけど、黄色がないんですよね。これ黄色もねちょっとつけてほしいなと思うんですよね。おそらくですね皆さん黄色の結晶がね一番今のところ足らないと思うんですよね。まあもちろん赤い結晶もねかなり必要になってくるんですけど、一番戦力が伸びるところっていうのはまあプラス15までなので、そうなってくるとやはり黄色い結晶っていうのがねめちゃくちゃ重要だから、いやここはですね本当運営さんねちょっとでもいいのでね週間報酬の方でもいいから、付け加えてほしいなと個人的には思っております。で、今回のテーマはですねこちらのアリーナコインの大切さなんですけど、これ何かっていうとですね、アリーナショップですね。はい、こちらのアリーナショップなんですけど、まあ皆さん買ってますよね。星のクリスタルは当然買っておくということなんですけど、こちらのですね SSR のソウルマーク、これがね非常に重要になってきて、1個9600なんですね。今自分ね貯めに貯めて2つ分交換できるだけアリーナコインが貯まっておりますので、今回はこのアリーナショップで何を交換するのがいいのかっていうね話を少しね海外サイトも見ながらちょっとね検討していきたいと思います。で、まず基本的なところなんですけど、こちらのアリーナショップで交換できるということはですよ、このゲームをやり続けていればですねガチャで引けなくてもおのずと、ここに載ってる SSR に関して言うと凸がですねどんどん進むという仕組みになってますので、基本的にはですねガチャのウィッシュリストだったりエピックの方の選択英雄の中に、先ほどのですねアリーナコインで交換できるキャラはですね、まあどっかのタイミングで入れない方がいいと思います。最初のうちはですねあの辺のキャラが結構使いやすいっていうのもあるし、結構ねウィッシュリスト自分も入れてました。ただ今は全部アリーナコインで交換できるキャラに関してはウィッシュリストとエピックの選択英雄からは外してます。ソウルマークを交換できない英雄はガチャで取るしかないので、まあ大事なことかなと思います。はい、でじゃあこの中でどのキャラを嫁らせていけばいいのかっていうことなんですけど、自分の中ではですね3つ選択肢があるかなと思ってます。これはね答えはないです。はい、自分の意見なのであくまでね参考程度にしていただきたいと思うんですけど、海外ティアを見てもですねこの3体は初期から使いやすいし、なんならですね専用武器まで解放しなくても自分もね結構使えているので非常におすすめです。まず1体目、もう皆さんねそうだと思うんですけど、セシアね、はい、これ強いでしょ。で続いてロワン、これも強い。そしてもう一体がこのブルータス、はい、この3つをですね、まあどれかをですね嫁らせていこうかなということで、今日はですねこの2つ分をね交換しようと思うんですけど、それぞれのね3体の特徴をね見ていこうかなと思います。はい、まずセシアから見ていきましょうか。セシア今自分のランクはミシックなので、あと2つねソウルマークあればミシックプラスになります。専用武器が解放されますので非常にね重要なところなんですけど、このキャラはですねミシックプラス自分持ってないんですが、それでもですねエンドレスステージとかでかなりお世話になってますね。まあ、簡単にですねキャラの性能を言うと、とにかくですねあの召喚物を出した時に破壊力がまず強いんですよね。で、あの召喚物の特徴としては範囲攻撃を出せます。そしてタンクみたいな役割でタゲをね取ることができるので、例えば、後列のキャラの前に召喚することによって後列からの攻撃をですね前面に受けてまとめて後列をね買ってくれたりするので非常に強いんですよね。範囲攻撃でダメージを出せて、しかも効果力っていうキャラはですねなかなかいないんですよね。で、これ実はですねオートでやると、まあ遠くの方にですね召喚物出すんですけれども、手動でやるとですね召喚する位置を自分でね調整することができます。そうするとタンクのところにわざと配置してタンクのね前線のところをですね厚くしたりとか
まあ、そういうねこともできますので、非常にですねマニュアル操作でやることで結構ですね使い方工夫できるキャラでありますので、このキャラはですね非常に強いし、皆さんね1体もらえますので、まあそういったこともあって多分ね最初ウィッシュリストに入れて凸をね目指している方も多いと思うんですよね。でミシックプラスで専用武器を持つとどうなるかっていうと、敵1体を4秒間束縛すると、束縛されると敵は行動不能になって毎秒ね 60% の固定ダメージが入ると、さらに対象から毎秒 1.5% の、物理魔法防御を吸収し召喚物が共有して強くなるということですね。まあこれはですねシンプルにですね召喚物の場持ちが良くなるということでめちゃくちゃ強くなると思いますね。まあ正直ですねミシックでも全然使えます。はい、だから専用武器を持つとまた別のキャラにはなると思うんですけれども、そこまでも強いということで序盤ですね初心者の方が持つには非常にね優秀なキャラであることは間違いないと思います。で実際ですねセシアの海外サイトのティアを見るとこのような形になっていて、 AFK ステージ PVP ですねともに非常に優秀なランクを取れていると。で幻影の域のランクが B ということなんですけど、個人的にはですね結構使える場面もあって、ボスによってはですね細かいですね仲間っていうかねなんか出すやついるじゃないですか、4体ぐらいね。でそうするとボスにダメージが入らなくて、その途中で湧いてきた雑魚敵みたいなのを範囲攻撃で一掃するのにですねセシアって非常に役に立つので、個人的にはですね B よりももっとグレード高いかなと思ってますね。まあ全般的にですね優秀なですねキャラでいいのかなと思います。ただですねセシアの問題点あるとするとですね、召喚物を出さなければ全然意味がないんですよね。で召喚物を出すっていうことはこの必殺技を打つということなんで、 SP のね溜まりが早くないといけないんですよね。そうするとどうしてもですねロアンと組ませないといけないというのが、特にステージが上がるにつれて重要になってきます。 AFK ステージとかの敵のね火力が上がってくると必殺技で召喚物を出す前に溶けてしまうということがよくありますので、まあそういった意味ではですね耐久性がちょっともろくて後半になってくにつれて使いにくいというのはまあどうしてもあるんですけれども、現時点ではエンドレスステージでもですねセシアを入れることによってクリアできるという場面もですね結構ちょこちょこありますので、まあ全く使えなくなることはないと思いますので、アリーナコインを使ってミシックプラス以上にするっていうのは全然意味はあるかなと思います。続きましてブルータスなんですけれども、このキャラも今自分はですねミシックですので、あと2つあればミシックプラスになるというような、まあすごく大事なところなんですよね。でこのキャラの特徴としてはですね、まあタンクとして使えるんですけれども、まあ自分はですね SSR のタンクでトーランをですねミラクルぐらいまでしているので、ブルータスに関してはそこまで育成できていないというような状況なんですけど、トーランってね結構強いんですけどすり抜けちゃうんですよね。死亡ダメージを食らって敵を全部ですねスルーして後方にね逃がしちゃうんで、あのムーブがねウィークポイントなんですけど、そういった面をブルータスはカバーはしています。まあ一人でもですねなんとか前線をね耐える力はあるんですけれども、あと無敵もあるしねあるんですけど、その後がすごく弱いんですよね。ですからここでミシックプラスの専用武器を持つことによって、1マス内の敵から物理ダメージ10回受けると、前方1マスの扇状範囲に敵に強力な一刀両断を発動すると、でこの時のダメージが、強く入るのと、自身の HP を総ダメージかける 30% 分回復ということで、まあ場持ちも良くなるし火力も出せるということで、1段階上のですね、まあ、タンクアタッカーみたいな英雄になるということなんですよね。でこのキャラの海外ティアを見ると AFK ステージは S、 PVP は A、 そして幻影の域はB ということですので、まあ評価はね高いですね。どちらかというとですねやはり AFK ステージ寄りかなと自分もね思いますね。 AFK ステージって敵が非常に強くなってくるので、どうしてもですねタンクを2枚重ねにするとか、まあプルストやったりとかですねする場面が多く出るんで、そうなってくるとこのキャラがですね2枠のうちのどっちかに入ることが多いので、まあ S というランクなのかなと思います。まああとはさっきも言いました通りトーランと違ってですね敵をですね後ろに逃がすっていうのがちょっとね時間稼ぎするには役立つということですので、アンダンドラとかと組ましたりするとですね結構場持ちもいいということで、まあ AFK ステージは優秀だよねっていうねランク付けになってるということですね。まあですのでブルータスを固くして火力も上げるということであればミシックプラスにするっていうのは一つのね選択肢かなと思います。でもう一体かロアンですね。ロアンの特徴としてはですね、1
体でも強いというか、とつらせなくてもですね、非常に強いんですよね。なんといってもですね、SP を味方にばらまけるというのが非常に強いですね。あの必殺技でコインを投げて、SP がガンガン回っていくというのがめちゃくちゃ強いですよね。とにかくですね、このゲームはですね、必殺技を早いタイミングで打って、何回も回数をこなすっていうことが、まあ、かつね、一つの要素ではありますので、SP の回しをですね、制覇するっていうのが、まあ、非常に重要なんですけど、まあ、なんといってもですね、とつらせなくても仕事をしてくれるということで、非常に強いのが、言われてるところですね。じゃあ逆にですね、とつらせる必要ないのっていう話なんですけど、実はそんなことは全然なくて、とつらせる効果もあると自分は思ってます。ミシックプラスにすることによって、HP ポーションが3本減ると、この強化 HP ポーションを配置するということで、これがね、めちゃくちゃ回復量が上がります。使用者は HP 上限の 60% 分回復するし、物理魔法防御のプラス 30% ということで、防御力も上げることによって硬くなるということですから、まあ、場持ちもですね、良くなるということになりますね。まあ、ロアンはですね、回復がですね、やはり単体回復ですので、まあ、その辺がですね、ちょっと評価落ちるところではあるんですけど、SP 回復プラス回復力を上げてくれるというので、あとは防御力も漏れるということで、このキャラもですね、ミシックプラス専用武器を持つことによって、1段階上のキャラになるのは間違いないかなと思います。で、このキャラも海外ティアで見ると、FK ステージが S、PVP が S で、芸の域が B ということですから、まあ評価はね、やはり素晴らしいということになります。幻影の域で落ちてしまうのは、やはり回復が単体回復なので、まあボスがですね、範囲攻撃が多いので、ちょっとね、脆いということだと思うんですけれども、まあそうは言ってもですね、必殺技を回せるということが、まあ結構唯一無二、非常に強いので、特にね、やはり AFK ステージですよね。勝てない時にロアンを入れると勝てるっていうのが、トータルで考えると、必殺技の回数だったり、発動タイミングが早くなるということが、バトルを有利に進めるポイントでもありますので、その辺がね、アドバンテージがあるということになりますね。ということでですね、アリーナコインで交換できるセシア、ブルータス、ロアン。これのどれかをですね、今日は交換して、ミシックプラスの専用武器を持たせようと思うんですけれども、自分の考えではですね、セシアは強いですよ。強いんだけど、必殺技を回せないといけない。つまり、セシアプラスロアンで出すことがね、結構必要条件なのかなと思っておりますので、そうなると、セシアが強いんだけど、ロアン必要だよねっていうことで、優先順位はロアンなのかなと思います。で、ブルータスに関してはですね、これ強いです。自分も結構使ってるんですけれども、自分の場合はですね、トーランがもう結構ね、育ってます。ミラクルまで育ってるのか。なので、基本的にですね、AFK ステージでタンクとして使う場合はですね、まあ2枚タンクもしくは、プルーストですね。まあ自分のプルーストはね、全然育ってないんですけど、エピック。まあこれでも全然ね、使えますので、まあそう考えると、トーランプラス、アンダンドラとかですね。まああとは、まあ、トーランプラスブルータスっていうのもあるんですけれども、1枚育ってるね、SSR タンクが自分の場合はね、いますので、だったらですね、ブルータスに行くんだったら、それ以降育てやすいアンダンドラをですね、今後ね、今ウィッシュリストにも入れているので、育成スピードとしてはアンダンドラの方が速くなるかなということで、ちょっとね、ブルータスに関しては、自分のね、デッキで考えると優先順位は落ちてくるかなと、個人的には思いました。ですので、自分はですね、今回ロアンですね、をちょっとね、コインで変えてミシックプラス行ってみようかなと思います。さあ、行きますか。これいいよね。はい、このタイミングが、はい、行きましょう。はい。ロアンを取りまして、はい、昇格をすることでミシックプラス。専用武器解放。はい、ということで今回はですね、アリーナコインで交換するのはどれがいいのかということで、あくまでですね、自分の意見ですが、今挙げた3体に関してはですね、皆さん人によってね、意見異なると思います。ただどれもですね、評価海外ティア見ても高くなってますし、それぞれの3名がそれぞれで使える場面っていうのがありますので、どれを交換してもね、間違いはないのかなと思います。ぜひですね、皆さんの自分のね、デッキを見ながらどれを交換するかね、検討していただけるといいのかなというふうに、思いますね。自分はですね、今回ロアンの専用武器取ったので、これのね、使用感の動画もね、上げていきたいと思います。このチャンネルではですね、引き続き AFK ジャーニーいろいろね、動画上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。それでは、おつ。